マルガリータ・ヨーシフォブナ・ナ・アリゲール1992年8月1日は、ロシア帝国オデッサ出身の詩人、翻訳家、ジャーナリスト。代表作は1942年に表された、大祖国戦争初期に活躍したソ連邦英雄の、蔵ヤ・コスモデミアンスカヤを描いた、長編女子誌、蔵ヤがあり、1943年に、スターリン賞を受賞した。 1915年10月7日、ロシア帝国へ、ルソン県オデッサにて、ユダヤ人の家庭に生まれる。ティーンエージャーの頃は、科学工場で働いていた。1933年より作品を発表。翌年の1934年には、ゴーリキー文学大学に入学し、1937年に卒業した。1938年に第一次五家年計画に。 関する諸事を詩集、誕生の年を表した。九百三十九年は詩集、鉄道を表し、九百四十年には石と草を表す。九百四十二年、女子詩、蔵屋を表して九百四十三年にスターリン賞を受賞。また同年、ソビエト連邦共産党の党員となる。九百四十五年は蔵屋コスモデミンスカヤに関する儀曲。 真実の物語を表した。1947年に、女児史、最初の雷名。1948年は、死臭、最初の兆しを表した。1953年、霊人の丘を表す。1957年より、沈遷的傾向であるとして、批判を受けた。1992年8月1日、モスクワで亡くなる。 AB オデッサは2016年現在、ウクライナの州庁所在地。アリゲールが生きた頃は、ソビート連邦の時代である。ABC 林ほか1972、P470、ABC 高津ほか1973、P26、a b 草加外基地。アリゲール。2019年6月2日閲覧。ありがとうございます。